はい、どうも皆さん、こんにちは。全盲のバイオリニスト、YouTuber のアナちゃんこと、穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は月曜日、気まぐれアナちゃんの時間です。今日は、私、穴澤雄介、NHK ダメ自慢に出演します、というお話です。はい。NHK オリンピック、パラリンピック、みんなでハイライトに引き続きですね。今月またまたもう一回 NHK 総合テレビに出演させていただきます。これが NHK ダメ自慢というですね喉自慢じゃなくてって思いますでしょ。そう、あの NHK 喉自慢ね、あのもう何十年とやっている日曜の定番番組のパロディ版で NHK ダメ自慢っていうのがあるんですよ。ダメ自慢のサイト見るとあの、のど自慢公認番組みたいなことが書いてあって、それは同じ NHK だから公認するでしょうみたいなねそんな感じで、ちょっとそのコメントにも笑えたんですけど、はい、のど自慢公認のパロディ番組、NHK ダメ自慢、これあのゲストが5、6名なのかな、呼ばれて失敗談をね披露してもらうんですよ、うん、でその失敗談がまあなんていうんですかね、面白いか面白くないかっていうか、まあ、面白い面白くないもあるし、あのそのダメさ加減っていうかね、うん、それをこうなんていうんですか、判定されるみたいな。だから、はい、あなたはそれダメですって言ったら、キンコンカンコンキンコンカンコンキンコンカンみたいな感じで、あの野田自慢の鐘が鳴って、あそこまで面白くないとか、そこまでダメじゃないやみたいな感じだったら、金無札カーンカーンとかなってそういう感じの番組なんですよ。で、総合司会が村上信五さん、関ジャニ8ですか、はい、関ジャニの村上くんと、東野浩二さんね、お二人がメインパーソナリティで、で私アナちゃんはもちろんその出場者のうちの一人なんで、はい、失敗談をね披露いたしますよ。まあ私の失敗談いろいろありますけどね、これまでね。そう、でもやっぱりあのほら、ちょっとこの笑いの要素も求められてるから、ほらもうね、あまりにもダメすぎて、いやそれはちょっと笑うに笑えないよぐらいの失敗談はねちょっとこの番組には出せないので、はい、まあ、笑える失敗談はね、まあ、笑える失敗もまた失敗してますからね、あのすごくしっかりしてそうに見えますでしょ、ね、いやしっかりしてるんですよ。そう、でも結構ダメなこともやってますから、ちょくちょくね。そう、放送は3月26日土曜日の夜10時です。 NHK 総合テレビ、 NHK ダメ自慢、頑張ってきます。チャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。